机に寝かして指で弾くと、くるんと丸、栗を作ります。力を加減すると、このようにうまく立たすこともできます。まず折り紙を裏返し半分に折ります。折り筋をつけ広げます。手前の端を中央に折ります。折り筋をつけ、さらに中央に折ります。しっかりと折り筋をつけたら、向きを変え、こちらも同様に折っていきます。手前の端を中央に折ります。折り筋をつけたら、さらに中央に折ります。しっかりと折り筋をつけます。ここまで折ったら、全体を広げます。このように広げると、横に折り筋ができているので、この折り筋が縦になるように90度回します。そしてまた半分に折ります。先ほどと同様に折っていきます。半分に折り、折り筋をつけて広げます。そして手前の端を中央に折ります。折り筋をつけたら、さらに中央に折ります。しっかりと折り筋をつけます。全体の向きを変えます。こちらの端も中央に折ります。しっかりと折り筋をつけたら、さらに中央に折ります。しっかりと折り筋をつけます。ここまで折ったら、最後に折った部分、この部分を広げます。このように広げます。そして、この手前左から1、2、3、この部分、奥右から1、2、3、この部分に折り筋をつけます。このように折って、こことここことここに折り筋をつけます。続いて、手前右から1、2、3、3つ目、奥左から1、2、3、3つ目に折り筋をつけます。このように折って、こことこの奥、
こことここに折り筋をつけます。さらに中央奥にへの字の折り筋、手前に V の字の折り筋をつけます。まず奥にこのような折り筋をつけます。さらにこちら側にも このようなへの字の折り筋をつけます。そして手前にもこのように V の字の折り筋をつけます。このように折り筋をつけたら、今度はこの角を中に折ります。手前右の角を中に、奥右の角を中に、手前左の角を中に、左奥の角も折ります。このように折って左右をこのように三角に尖らせます。続いてここから一つ中、この部分をこのように折ります。直角に折ります。この部分直角に折ります。そしてこの前後、への字と V の字に折ったこの部分、このように折ります。こちら側もこのように折ります。左右はこのように立てます。そしてひっくり返します。ひっくり返すとこのように角が出ているので、この角を中にこのように折ります。中にこのように折り、さらにこの部分をへこませます。このようにへこませて軽く閉じます。ひっくり返してこの中の部分軽く膨らませれば栗の完成です。机に寝かせてこの部分指で弾くとくるんと回ってジャンプします。力加減を調節すると、このようにうまく立たすこともできます。ぜひ作ってみてください。よし。